ホスター植物園。ホスター植物園は、ハワイのオアフ島にある植物園。オアフ島にある5つのホノルル市営植物園のうち、最大の植物園である。住所は、ホノルル市、ノースビンヤードブールバール50番地で、中華街も近くにあるダウンタウンの一角に位置する。アメリカ合衆国国家歴史登録財にも、登録されている。1884年、ホスター夫妻が、 この場所にあった土地付き物件をウィリアム・ヒレブランドより購入した。妻のメアリー・ホスターは1930年にホノルル市に土地建物一式を移存し、市が管理することとなった。植物園が関するホスターの名はこれにちなむ。当時の面積は2.2ヘクタールであった。1931年、ホスター植物園としてオープンした。 1957年から1989年まで理事を務めたポール・バイシッチは植物園を現行の5.5ヘクタールに拡張した。園内には1万種を超える植物があるが、これらはハワイ固有種だけでなく、世界各地から集められている。また、変わったモニュメントとして大仏が鎮座しているが、これは日系移民100周年を記念して、 1968年6月16日に神奈川県より送られた鎌倉の大仏のレプリカである。ありがとうございます。